イスズ自動車がルーツ自動車と提携し CKD で製造を販売していた自動車である。トラックバス専業メーカーだったイスズにおいて乗用車分野進出の先駆けとなった自動車である。なおボディの製造は当時の三菱日本重工業が担当していた。ラインナップにはセダンのスーパーデラックススタンダードの他に2ドアのライトバンであるヒルマンエキスプレスがあった。 日本ではヒルマン・ミンクスと続けて称されることも多いが、ヒルマンは元は独立メーカーの社名で、ルーツグループ参加に入った後は、同社の大衆社、中級車ブランドとなっており、ミンクスはヒルマンの量販車種のネームとして1930年代から30年以上にわたって用いられた伝統ある社名である。 日本でポピュラーな1956年からのモデルは、レーモンドローウィ事務所によるスタイリングである。二大合計生産台数は57,729台。イギリスのルーツ自動車と提携し、ヒルマンミンクスマーク6を製造した。エンジンも改良が進み、低回転域のトルクを増し、扱いやすさが向上した。品の良いスタイリングによって、当時のオーナードライバーからの人気が高く、 車格上の後継モデルとなるベレリア、両半個型社のベレットがそれぞれ椅スズの自社開発で登場した後も1964年まで長期にわたって生産された。椅スズの生産工程における品質管理水準は当時すでに相当高度になっていた模様で、1958年4月に訪日した際に椅スズ製ミンクスを実験したイギリスの自動車評論家、 ロナルド・バーカーは、イギリス本国製のミンクスと比較して、日本製の方が、細部の仕上げと立て付けが良いように見受けられた。と後年記述している。出典元、デアゴスティーニ・ジャパン週刊日本の名車第97号4ページ。出典元、デアゴスティーニ・ジャパン週刊日本の名車第95号2ページ。デアゴスティーニ・ジャパン週刊日本の名車第95号1ページ。および、 第97号3ページより、ロナルド・バーカー、初めての日本訪問、ありがとうございます。